やおや、こんなところに文治さんがいましたよ。いまだに使ってんのそれ。おやおや、死んじゃってもん、最初のなんだっけ、最初の方が亡くなって、藤村俊二さんも亡くなって今小日向さんや。そうですね、間違いないでしょう、まあ、間違いないでしょう。いや今日はおはようございます。はい、よろしくお願いします。どうもすいません、またいただいちゃって。助かります。はい、書き終わりました。これわかる？おやおや、何ですかそれは。瓦版です。あ、東京。これ8月号のやつなんですが、表紙になってるやつですね。そうそう、まあうちの田舎でもちょっと。すいません。今日はこれをお客様にプレゼントという、プレゼント買ってもらうの、買っていただくという8月のやつを、8月のやつ、9月の2日インタビューがいろいろ面白いこと書いてあるから、なるほどね、はい、どうもすいません、よろしくお願いします。師匠、梅丸師匠、うん、金王師匠の件で、うん、一言いただきたいな。まあね、2人で、僕は年が一番上で、僕は芸歴が一番上でってね、よくあれしてましたよね。まあライバルでしたからね。新作の回もよくやってね。ショーのツイッターにもおはがきが上がっている。あ、そうなんですよ。あれ金馬師匠からいただいて、だから今ね、大事にずっと、まあ大事に取ってあったんですけどね。やっぱり嬉しいですよね、大先輩から。よく見てらっしゃいますね。そうなんですよ、日本のアニメだと思うんですよね、はい、あれ見て、あ、ダメ出しかなと思ったらそれだったんで、あ、よかった、嬉しいと思ってずっとしまってあったんですよね、大事に。そういう反響って、テレビで、ね、奇跡やったとか、他の先輩方とか芸人さんとか何かあるんですか。いや、あんまり皆さんね、見て見ぬふりだと思います。でも金馬師匠はね、ちゃんと、あ、金馬師匠はちゃんと返してくれたんで、です。でも大事なね、宝物になりました。直筆のね。すいません。やっぱ本当筆豆だったみたいですね。そうですか。うちも何かアンケートとか取ると、やっぱり自分で書いて手書きで同じ、ああ、そうです。最近までくださいました。去年、一昨年のコロナの時のアンケートも。まあやっぱり売れてる人って豆ですよね。だから流暢さんがね、はい、Facebook で、はい、送ってもらったんですけど、帰りに、お世話になったところの帰りに礼状を新幹線で書いてたんで、男子師匠もそうみたいですね。飛行機とかに入って、ね、だからそれはもらった人はもう宝物ですよね。そうですね、それもすぐ返事が来て、うん、だから嬉しいですよ、もうつくかつかないぐらいにね、はい、昨日ありがとうって、そうしなきゃいけないと思いながら、前は絵手紙のね、なんか書いてたんですけどね、だんだん無償になって、また日帰りが多くなって、ね、お客さんに出したりなんかしてたんですがね、しげじろ愛さんとボンボンさんの、はい、やり取りして絵手紙のね、ずいぶん前になりますがね。すいません、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。おやおや、いや今日はブザンさんとのね、うん、ほらこう、こういうね、素晴らしい、こういうね、ありがた、だいたいね、ブザンさんは独演会なのにね、やってもらってありがとうございます、ね、もう早々に完売御礼で、白山さんのおかげやで、このお弁当も白山さんのおかげやで。そうだよ、あんたが今日弁当食べられるけど感謝していただきますって言いなさい。今日の弁当が食えるのは、うん、まだ時間があるから、白山のおかげです。ご飯でも食べなさい。さんよ、まだ食べる時間じゃございません、ね、いつ食べんの。良きところで、これはうちに帰って食べようかな。今食べちゃうとちょっとだから、お菓子でつないで、ケータリング、お茶のもあるから飲みなさい。いただきます、うん、お菓子でつないで、つないじゃうんですね、うん、感触を
じゃあこの辺でさよなら。ちょっと待って、ここはどこだとかなんとか言わないですか。あ、ここは何ですか。じゃあマスク取らしてもらうよ、はいはい、ここは亀有の、はい、駅前のリリオホールで、はい、台風で、まあ、雨がね降ったりやんだりなんだけど、ここは駅前だからお客さんはね濡れずに、でもどっから来るか分かんないからね、うんうん、まあまあ、亀有は久しぶりですね。前は何年前かな、あ、菊之丞さんのね芸歴何周年の時にお世話になった正蔵兄さんと丞様がメインで、あと誰だっけな、丞様と俺とあと誰だっけな、忘れちゃった。まあ忘れちゃってもそういう年頃ですからね。結構仲のいい人、誰だっけな、忘れちゃった。ほらもうダメだね。まあそうですね、まあ、そう老人力がついてきたで、うん、でこれ撮ってるの誰ですか。これ撮ってるのはしばらくさんです。じゃあ運転お願いしまして。駅前のリリオホールなのにね、電車で来ればいいじゃない、電車で。いや俺衣装をね、これほら二揃え持って大変なのよ、せっかく車があるんだから。はは、車ね。でもあんたがいて助かったわ、雨降ってね、うん、明日車使う、うん、明日ガソリン満タンにしろとか言うから。じゃ帰りに入れて帰って、まあ、そうなったら乗り尽くしちゃダメよ。そんな乗りませんよ。そ、うん、温泉群でしょ、この間行ったお風呂の王様。お風呂の王様。いやあれ良かったね。やばいやばい、広くて、うん、で前行った東久留米のあそこもね、はい、いいんだけど人が多かったから。本当に芋を洗う、里芋を洗うようでしたね。浴槽が少ないんだよね。いやそうでもないですよ、浴槽に人が多いのか。そう、人が溢れてたからそう見えるけど、うん、だってゆっくりなんてできなかったよ。そうですね、まあ、この間のとこはまあ平日の、まあ、晩方夕方、夕方だっけ、まあ3時ぐらいから入ってますからね。お掃除で皆さんに掃除してもらって、汗を流してもらいに行ったからね、みんな喜んでて。あそこ良かったですね、うん、綺麗だしね。また綺麗ですね。極楽湯ってのも前行ったの。あ、はいはいはい、極楽だ。まあ近場で ね、 和光ね、まああれは脅威だね、あちこちありますからね。和光はそういう戦略があるのかね、こう戦略ってのまあどこでも、まあ、温泉ありますけど、でもすごいのが、温泉でいてそれに炭酸混ぜてましたから、うん、あれ、ま、もともとじゃないよね。もともとじゃないでしょうね。東京近辺はあの茶色のね、はいはい、まあ、関東ローム層のああいう炭酸良かった、気持ちよかった。炭酸良かったですね。まあそんなこんなでございます。うん、はい。まあ今日は頑張るということで。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、どうも。バイバイ。